皆さんこんにちは、JA 福島未来、福島地区、指導員リンゴリーダーの佐藤健二と申します。本日については、リンゴのですね、着色管理あと収穫までの作業について、ご説明させていただきます。それでは収穫までの作業となりますが、10月になりますとリンゴの富士でいきますと初見あと玉回しの作業がございます。初見については、果実にですね、くっついている葉っぱを取りまして、全体的にですね、果実に着色がするように行う作業となります。2つ目の玉回しにつきましては、実際にこう光が入ってですね、こちらの光が入る表面については着色が回ってきているんですけども、裏面についてはまだまだこう着色がしてないというところですので、こちらをですね、逆に色のついてない方を表面にして、横面にしてですね、色をつけるという作業になりますので、こちらの2つの作業を行ってですね、リンゴの着色管理の方を実施しているというところでございます。それではですね、実際に作業の方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、先ほど申し上げました通り、現在ですね、藤の着色、今年はちょっと夏の暑さ等がありまして、あと10月に入ってもですね、若干気温は低くなったんですけども、まだまだですね、ちょっと気温は高いという状況で、今現在ですね、このぐらいの着色になっております。で、1つ目の作業として、初見ということで、先ほど説明の方させていただきましたけども、実際にですね、果実にこう葉っぱがくっついている状況ですと、こちら葉っぱをどけてみると、こう色がですね、まだこう入ってない、影に隠れてですね、色がこう入ってないというような状況になってます。こちらの果実にこう直接ですね、面してしまっている葉っぱをですね、摘み取って、ここにもですね、着色が入るような形を取る作業となります。なので、実際にやってみますが、実際にこう果実についているようなところですね、を取っていっていただきたいなと思います。そうすると着色してないところがですね、出てきて、ここも着色がしっかりしてくるというようなところになります。で、着色しやすい形を取っていくという作業になります。で、もう一つとしましては、玉回しですね。先ほど申し上げました通り、こちら光が入るところについては着色をしている、しているところなんですけども、裏面ですねは見ていただくとまだ着色が全然入ってないというところですので、ここを玉を回してですね、言葉の通りこう色が入るような形を取っていっていただきたいなと思います。はい、でこちらのですね、初見も同時に行いながらやっていただきますと、より着色がしやすいのかなというところになります。で、実際にですね、これから、果実がですね、中身が成熟していくにあたって、リンゴについては一つの果実についに、葉っぱがですね、60枚程度必要とされておりますので、そちら葉っぱを全部逆に取ってしまいますと、これからですね、寒さが来て蜜入りがこう藤については蜜が入ってくる時期なんですけども、葉っぱを全部取ってしまいますと今度、成熟がうまくいかなくてですね、蜜入りしなくなってしまうというところになりますので、全ての葉っぱを取るんではなくてですね、先ほど説明した通りですね、こういうふうに果実に面しているところを最小限ですねを取っていただいて、着色をさせながら、あと葉っぱの養分でですね、中身成熟を進めていくというような作業になりますので、極端に発芽をしないようにだけ注意をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは実際にやっていきたいと思います。で、こう2つ並んでる場合があるかと思うんですが、そういう場合はこう両方回しますと、こうちょうど果実と果実当たってですね、果実も止まって、うまく玉回しできますので、そんな形でですね、うまくこう回せるようにやっていっていただきたいなと思います。
で例年ですと、9月の下旬あたりから作業の方している方が多いんですが、まあ、今年についてはですね、9月あと10月の初旬についてもかなり日差しも強くて気温も高かったということもございまして、あまり早くやりすぎますと、ここがですね日光に負けてですね日焼けをしてしまうという部分がありますので、涼しくなってからあの作業をお願いしたいと思います。なので、まあ、今年についてはですね10月に入ってから行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。先ほど説明しました通り、初見と玉回しですね、については、まあ、10月の頭から、まあ、多い方ですと2回ですね、10月の下旬まで、行っていただきますようよろしくお願いいたします。で、そこからですね、まあ、11月に入りますと気温の方も下がってきますので、着色あと蜜入りの方もしてくるのかなと思います。で収穫にあたってはですね、まあ、蜜入りの部分とあと着色を見ていただきながら、収穫に入っていただきたいなと思います。福島地区については、まあ、出荷最盛期については11月の15日頃からですね、始まる見込みとなっておりますので、今年についてもですね、まあ、味見等食味等をしていただきながら美味しい果実を収穫していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いいたします。